武蔵館は軍務館直轄の軍艦。官名は武蔵国による。武蔵館は米国でポータクセット級蒸気スクーナーの6番艦、キワニーとして建造された。ポータクセット級は南北戦争中に税関艦,艦指定局のカッターとして6隻が建造されたが、戦争中は戦団の護衛と紹介に従事していた。後に6隻中3隻が日本に売却されている。 1863年9月23日、アメリカで税関監視船機はい位として、ジョン・エイロボ造船所で浸水。1864年6月竣工。1867年7月10日、売却される。明治元年9月18日、富士山、武蔵丸、比留丸の三隻で脱走した管理丸を、清水港で打破したと記録が残る。ただし購入前であり、 同一感か不明な部分がある。明治元年11月、明治政府が購入して、武蔵館と命名した。明治2年2月22日、東京湾品川沖に停泊中、失火によって炎上した。明治3年秋、船体を大倉省に遺憾、10月10日引き渡し予定の記録が残る。明治4年、修復が完成し商船として売却された。ありがとうございます。